第四総国を無事に乗り越えましたか？皇太子は未熟だけど、この幻想要塞の力を得ていた64くらいで彼の勝利かなとも思ってたんだけどね。シャーリーさんの性格だと手は抜いていないでしょうし、まあこちらとしては表の落書きが無駄にならなくて何よりですわ。あなたたちは悪趣味すぎるだろう。どうやら強縁は外しているみたいだな。この要塞にいる気配はするから、どこかで待ち受けているんだろう。聞いていた通り、牽制なりの気配察知ですわね。それとも逃げに選ばれた身での感応能力でもあるのかしら。彼は彼で別の目的と狙いがあるみたいだからね。オルキスタワーで随分とその気になっていたみたいだし、まあ僕たちはほどほどで道を譲るから確かめてみるといいんじゃない。その前に総督殿との総国に下されちゃいそうな気もするけど。抜かすがいい。要するに俺たちと本気でやり合うつもりはないわけだ。あくまで七の総国のための陶器を要塞に満たす手伝いだけということか。ええ、錬金術師の意見としては黄昏に総国はよくできている。私が追い求めるアルスマグナの絶好の参考になってくれるでしょう。そういう意味でも存分にあがいてもらいたいですわね。なんて言い草。同じ首都でありながら聖女と何たる志の違いか。あら失礼。私も見取りたかったのだけど、短い付き合いなので遠慮したんです。マクバーンさんが立ち会わなかったのはちょっと意外でしたけど。多分あの二人は前もって別れを交わしてたんじゃないかな。帝国外で動いてるメンバーもさぞ立ち会いたかっただろうけど、まあこれも巡り合わせだよね。マリアベルさん、それに道化師、今更かもしれないけど減塩計画はどうしたんですか。あら、へえ、ここでそれを聞くかい。支援家ファンのお嬢さん。まあロイド先輩たちも2年前に関わっていた話だし、というかそもそも結社って突っ込みたいところだらけなのよ。あんたはとにかく腹が立つけど、ただ残忍ってだけでもない。それでいて10年以上前から姿形が変わってないんでしょ。へえ、まさか私たちと同じホムンクルス。それにしちゃ悪い意味で感情が豊かすぎる気がするけどな。かといって俺や聖女たちと同じ不死者って気配でもね。マリアベルさんはクロスベル出身として許せないのは置いておいて、それだけ自己中な性格してるのに、メンシュって人には忠誠を誓っている。それはビータもそうね。ええ、250年も生きた聖女リアンヌでさえも。かと思えば執行者の行動は自由、実際に抜けても追うこともせず好き勝手にさせている。はっきり言って普通の組織じゃ絶対にありえないルールでしょ。それはギルドにとっても前々からの大きな疑問だった。実際聖女も消えてシャロンも完全に抜けたわけだし。ヨシュア2連亡くなった検定怪盗 B にもう一人も離れていると聞く。クロチルダさんのことも考えると決して見過ごせない戦力ダウンだろう。それでそこまでのナメプってのはムカつくというより理解不能だよな。なんつうかチームっつうよりダメだ、なんて表現したらいいか。メイシュの計画を遂行する組織ではあるのでしょうけど、同時に使徒や執行者たちも対象に何らかの実験をしているような。あ、それだ。で、
横取りすんじゃねえ。そこまで一気に行くかい。いや、これもある意味必然なのか。ええ、リベールとクロスベルの流れが帝国に統合されてここに至っている。ロイドさんたちや復員計画の情報も合わせての気づきなのでしょう。それを導くきっかけがまさかあなただとは思わなかったけど、教官である灰色の騎士さんの教えの賜物でもあるのかしら。いや、俺も正直驚いているくらいでね。諦めずに前に進もうとする力強さに、帝国とクロスベル双方の視点、それと教官の菅の目の薫陶と彼女自身の成長の証でしょうね。リーンが新旧7組の重心であったように、ユナはむしろ7組とそれ以外を含めた重心なのかもしれないな。そんな風に言われるとさすがに面早いんですけど、でも少しでも多くの情報を引き出したいと思ったんですよね。どうせこの人たち邪魔するだけ邪魔したらとっとといなくなるつもりみたいですし、だったらこの一戦、明日を信じるみんなのために戦いたいと思うんです。黄昏の先に結社がどう動くのか、いずれそれと向き合うであろう。全ての人たちの備えとするためにも。ユーナさん、よくぞ言ったわ。ああ、何よりの決意表明だ。嬉しくなってしまいますわね、ユーナ・クロフォードさん。私が捨てたクロスベルの地にまだこんな人材が隠れていたなんて。そしてそれを育んだトールズの7組という器、それに惜しみない敬意を表して本気で行かせてもらおうかな。ち、隠していやがったか。手加減するまでもなく総力戦になりそうね。それじゃあ始めるとしようか。僕たちにとっては消化試合、高みの見物がてらの果たし合いをね。君たちは全員にこだわってるけど、ここらで間引いても面白そうだし。力の限りあがいて楽しませてくれたらおひねりを弾みましょう。結社についてさらなる情報、名手から許されたギリギリまでも。だから皆さん、とびっきりのいい声で泣いてもらいますわよ。 S すぎるだろう。上等、もろもろ含めて受けて立ちます。7組総員迎撃準備。魔導と下法に惑わされるな。俺たちの全力と託された思い合わせてぶつけるぞ。ああ、共に楽しみましょう、競争と享楽のカルナバルを。君たちも全力で盛り上げておくれよ。はっ、任せろや。行くぞ。やあ、ピンチです。俺の番だな。これ
敵たちよ。参る。あるじゃない。ゾクゾクさせてくれますわね。行くわよ。さあ行くわよ。エネルギー充填。シュート。まだまだ。ゴー。バリアゴー。任せろや。チャージします。ありがとうよ。少々危険です。バトンタッチです。お任せください。上げていこうぜ。それ。俺の番だな。奮い立て、アバランハーツ。俺の番だな。万物ルーテン。無は有にして、有はまた無なり。なかなかですわね。見たか、八葉が一刀。よし、掴んだ。各種ステータスアップです。見たかよ。正直想定外でしたわね。ああ、子供たちからコピーした裏技まで使ったのにな。逃がしません。私も乗せて。さすがにロイドさんたちほど甘くはないみたいですわね。ひょっとして僕たちを捕まえるつもりだったりする？いや、拘束しきれる自信もないし、とっとと言ってくれと言いたいところだ。そなたたちのようなものを切っても名誉にはならぬだろうしな。でもせめて払ってもらう。追加情報という名のチップを。減塩計画はどうなったの？それだけでも答えなさい。減塩計画は続いているよ。
もうすぐ終わりそうだけどね。七の総国が果たされた時、その目的は自動的に達せられる。ビータの目的がどう変わったのか把握してないみたいだけど。あの人が目指していたのは疑似的な総国による解除ですから。変更された計画の目的は大いなる一の再臨戦を見届けること。それが成功するか失敗するか、どちらに転んでも構わないということです。どういうことだ。あくまで目的は二つの司法、それを手に入れるのが狙いではない。鬼神たちに分けられた司法の力を一度元に戻すこと自体が目的。それが再び錬成されて融合しようが元に戻ろうが構わないというのか。うん。そして幻の司法同様、仮にそれらが消滅したとしても構わない。七つの司法がこの可能世界において人の手でいかなる結末を迎えるのか、それを導き見届けること自体に名手の計画の意味はあるのさ。可能世界。さらっととんでもねえ言葉が飛び出してきやがったな。オーブメントを発明したシー・エプスタインならいざ知らず、枷にとらわれた普通の人間にすぐに理解するのは難しいでしょう。ですからせいぜい目の前の総国に集中することですね。ちなみにルーファス卿はこの最上階であなた方を待っています。工房長殿も同席していますから、くれぐれも気をつけるといいでしょう。自制の王様で。新規アルファ。見かけないと思ったら要塞に潜ませていたのか。正直強かったよ君たち。想定よりも数段上のレベルでね。君たち相手ならマクバーンも長年の目的を果たせるかもしれないな。何の義理もないだろうけど、よければ付き合ってあげておくれよ。そしてこの物語の結末がどうなろうと、結社は計画を次に進める。名士が我々とこの世界に課したオルフェウス最終計画の第3段階。ひょっとしたら異国の地にて会える人がいるかもしれませんよね。そうそう、ユーナさん、エリーたちに伝えてくださいね。またいつか。それとクロスベルの再独立、心より応援していると。